バージュホール、セントラルワシントンユニバーシティエレンズバーグは、アメリカ合衆国ワシントン州中部内陸部にある、キッテタス郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査で、この都市は総人口15,414人である。エレンズバーグは、キッテタス郡の郡庁所在地である。エレンズバーグはセントラルワシントン大学の本拠地となっている。 小惑星エレンズバーグはエレンズバーグにちなんで命名された。エレンズバーグは1883年11月23日に公式に自治体化された。エレンズバーグは北緯46度59分49秒、西経120度32分42秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積17.2平方キロメートルである。 このうち17.1平方キロメートルが陸地で0.1平方キロメートルが水地域である。総面積の0.75%が水地域となっている。エレンズバーグは、週間高速道路95線上のカスケード山脈のちょうど東に位置している。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口15,414人、6,249世帯、 および2649家族が暮らしている。人口密度は903.1平方キロメートルである。394.4平方キロメートルの平均的な密度に6732件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人88.07%、アフリカン・アメリカン1.17%、先住民0.95%、 アジア4.09%、太平洋諸島系0.16%、その他の人種2.86%、および今月、根結2.69%である。人口の6.33%がヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は15.8%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が39.3%、25歳。 以上44歳以下が22.7%、45歳以上64歳以下が12.8%、及び65歳以上が9.4%に、渡っている。中央値年齢は24歳である。女性100人ごとに対して男性は95.0人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.1人で、ある。 この都市内の世帯ごとの平均的な収入は234ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は37,625ベ米ドルである。男性は31,022ベ米ドルに対して女性は22,829ベ米ドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は13,662ベ米ドルである。人口の34.3%及び、 家族の18.8%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の29.0%及び65歳以上の11.2%は貧困線以下の生活を送っている。ファイン A エ o u n t y ナ a ショナルアソシエーションオブカウンティーズ http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧エレンスバーグイコール 1983qd.mpc2021 年9月19日閲覧。US ギャザティアファイルズ201021 アンド1990 <www>.、ユナイテッド・ステ a ツ・センサス・ビューロー、e、http コロンスラッシュスラッシュ www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www.gazet.html2011 年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッド・ステ e ツ・センサス・ビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。